S, S メーター上の S 表示、RST コードは無線通信、特にアマチュア無線における相手側の受信状況を報告する際のコードで、両回度、信号強度と電信での音調の3つからなる。RST コードを用いた報告を RS レポート、あるいは単純にシグナルレポートと表現する。信号強度は本来主観値だが、現在では、 受信機の S メータの読みが報告される場合が多い。了解度と音調は主観値を報告し、電話の場合は RS を、電信の場合は RST を使用する。RST コードの歴史は古く、1934年にアマチュア無線の分野で使われ始めた。それ以前のアマチュア無線の世界では、草コードと呼ばれる1から5までの数値が、 受信報告のために用いられていた。もともとこれは受信した信号の強さを表現するために決められたものだったが、この当時は信号の強さと了解度とが混在した定義だった。信号は C が渾身や雑音等でよく聞き取れないようなケースをうまく表現できず、アマチュア無線局の増加で渾身が増えた状況では、 受信状態を適切に表現することができない問題があった。受信した信号の音の大きさを1から9までの数値で表す R コードと呼ばれるコードも1925年から使われており、草コードと組み合わせて使われたため、混乱はさらに大きくなった。このような状況の中、問題の解決のため当時商用局間で受信報告に使われていた。 トラフィックフレームコードと呼ばれる4桁の数字を使用する提案が1934年8月に行われ、1934年10月にアマチュア向けのより単純な RST コードの提案が QST 市場でアーサー・ブラーテンにより行われた。この時の提案は、了解度と信号強度を それぞれ1から5までの数値、音調を1から9までの数値で表現するもので、信号強度のコードが現在より単純化されていた。これはすぐに変更され、それ以前に草コードと組み合わせて使われた R コードのように1から9までの数値で表す、現在の形になった。シンプルで、わかりやすい RST コードはすぐにアマチュア無線化の間で受け入れられた。 提案の2年後に発行された1936年度版ロレルハンドブックにはアメリカ国内の受信報告のほとんどが RST コードで行われるようになり国際的にも一般化しつつあると記載されている。了解度は通信内容をどの程度了解できるかを表し1から5までの数値で表現する。了解度はメリットと表現されることもある。 コリンズの S メーター受信信号のレベルを表す信号強度はどの程度の強さかを1から9までの数値で表現する数値に定義が付されているように本来主観値であるが現在では信号強度を表す受信機の S メーター上の読みがそのまま報告されることが多い信号強度が9以上の場合 9プラス 20dB などのように9以上の部分をデシベルで表現したり、あるいは単純に9のように表現する場合がある。異なる受信機関での S メーターの読みが大きく違わないよう、国際アマチュア無線連合による S メーター構成に関する勧告が1981年に合意されている。 S, S 値の一単位は6デシベルと定義され、S が1増えるごとに入力電圧比で2倍、電力比では4倍になる。また、S 級表示時の受信機の入力電力は、HF 帯でマイナス 73dBm、VHF 73、UHF 帯ではマイナス 93dBm と定義されている。通信型受信機の標準的な入力インピーダンス。 50オームでの入力電圧に換算すると、それぞれ50 μ V、5 μ V に相当する。S メーターの歴史も RST コードと同じぐらい、古く、1935年3月に販売が始まったアメリカのナショナルロー受信機には、すでに S メーターが使われており、1939年頃のナショナルロー受信機はおおよそ50 μ V の入力電圧を、 S9 として表示していた。この受信機の各 S 値の差はおおよそ4デシベルだったが、1940年代末には多くのメーカーで6デシベルが S 値の単位として使われた。しかし1 0 0 m v を S9 として表示する受信機も併存するなど、メーカーやモデルにより S メーターの読みが異なる混乱した状況が続いていた。 国際アマチュア無線連合の S メーター構成に関する勧告はこのような過去の経緯を反映した値が使われている。モールス符号を受信した時の音調は1から9までの数値で表現する。特に問題がなければ9を報告するのが普通である。アメリカ合衆国ロレルでの音調の定義は次の通り。こちらがオリジナルだが現在の版はより具体的な表現となっている。 アマチュア無線で自作の送信機が多く使用されていた時代には電源の性能などが悪くリプルを含んだ音調のつぼねがあった。また無線通信の初期の時代には十分に平滑されていない直流電源を使って独特の音調で送信を行う電信局があり音を聞くだけでつぼねを区別できたと言われている。音調の定義は これらの時代背景を反映したものになっている。あまり使われることはないが、電信での信号音の品質を表すための以下のコードが知られている。RST コードの最後に記号を追加し、599K のように使用する。PSK31 のウォーターフォール型スペクトル表示、RST コードは PSK31 に代表される短波。 デジタルモードにうまく適用できないため RSQ と呼ばれるコードが国際アマチュア無線連合は読み取り可能なテキストの割合を示す RSQ での強度は S メータ上の表示ではなく多くの単波体デジタルモード用のプログラムで表示されるウォーターフォール型のスペクトル表示で読み取れるノイズに対する信号の強さを示す RSQ での品質は ウォータフォール型の信号表示やスペクトル表示などでの、スプリアス成分などから判断する。ABCDE、A ニュースタンダードシステムオブレポーティングシグナルズ。ロレル、ピアニッシモ、18、2015年7月20日閲覧。a b r RSQ レポーティングフォーデジタルモーズビロー30、MHz、イヤルレギオン3、13スリージョナルコンファレンス、ドキュメントナンバー06。 13,032, オーガスト 2006,ABCD, ザラジオアマチュア ,S ハンドブック。ピアニッシモ、363から364、2015年7月20日、閲覧。A ーシステムオブシグナルリポーツ。ロレル、ピアニッシモ、55、2015年7月20日、閲覧。ABC モールス符号、旧符号、和文通話表のシグナルレポート。 イアル・レギオ・ミッチ・テクニカル・リコメンデーション。国際アマチュア無線連合。2015年8月10日閲覧。ラジオ・ブール・バール。ウアスタン・ヒストリック・ラジオ・ミュージアム。2015年8月10日、閲覧。AB ・インストラクション・マニュアル・フォー・ナショナル・ロー。ナショナル・カンパニー・インク。2015年8月10日、閲覧。AB コミュニケーションズレシーバーズマニュアルバイラジオトリション、バーナーズリミテッド、2015年8月10日閲覧、ザ・ RST スタンダードオブレポーティング、2020年7月22日閲覧、ABFSD-220、ハンディオペレーティングエイドのザ・ RST システム、ハット RSQ シグナルレポーティングフォーアマチュアラジオ、デジタルモーズイアル。 ハット RSQ レポーティングテーブルある。ありがとうございます。